あなたの心にいるハート。みなさん、こんにちは。コンパイルハート非公式 VTuber のいるハートです。前回が、流しそうめんをするふりをするちょっと意味のわかんない誰とくっつうか、お前のこと誰が好きなんていう感じの企画だったんですけど、なんとですね、今回はですよ、私イルハートをがっかりさせない素晴らしい神企画を用意してくれたとのことです。やったー。ですよね、ですよね。やったー、ありがとうございます。あ、そう、めっちゃ暑かった今日。 ありがとうございます。すいません、そういう風に気づかなかった。すいません、いただきます。他にも…何本買ってきたんですか、水。いらんけど、これ。いい。さっき、今もう飲んだから、もういいよ。私、これがあったらいいです。始まってる？水？あのさ、あれか、コーラとかをさ、いっぱい並べて、これは、どのコーラだみたいな感じの、やつの、水バージョンっていうことですか。私誠にがっかりしました。信じた私がバカでした。前回はほらね、もうねだったから、ほら今回こそは、今回こそはって言うからお腹すかせてきてんのに。本当にコンパイルハートって申し上げて落とす大天才、いつもありがとうございます。はい、水なんかさ、だって一緒じゃん。全部水なの、一口水なんだけど一緒やん。まあ、イルハートって、水の違いを知る VTuber ですからね。そら、任しといてくださいよ。見事、パーフェクトで、正解してみせましょう！あなたの心に、イルハート！はい、まずルール説明。6種類の水を、はいはいはい、まず最初に、一口ずつとか飲んで覚えて、その後このペットボトルから出したコップで飲んで、何番がどれかを当てるっていう。はい、お水が6種類ございます。1個目がサントリー天然水南アルプス、そしてウィルキンソン炭酸かっこ炭酸抜き、いや、一旦置いときます。一旦置いときますね。次。イロハス天然水。よく見るやつ。で、次。イロハス桃。桃わかるだろうな、これ。で、次。エビアン。で、成城石秩父大滝の超軟水。なんか高そうなお水もあります。ちょっと一旦戻るね。一旦戻る。これ何？炭酸抜き。どうやって炭酸抜いたんだろう。これさ、ここに持ってくるまでにさ、スタッフがさ、持ってさ、シャバ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 とかってやってんのかな。ちょっと絵面良くない。ちょっといろいろね、突っ込みたいところもありますが、一旦そのまま進んでいきましょう。コンパの聞き水歴10年のベテランが選んだ水だそうです。でもさ、何個かはさ、絶対わかる。だって、桃なんか圧倒的にさ、1個だけ味がついてるわけですよ。これは各でわかるわ。試しにスタッフがやってみたところ。4問正解だって。何間違えたんだろう。まあ、ただ、スタッフで4問わかるってことは、まあ、サクッとね、全問正解やっていけると思いますので、頑張っていきます。じゃあまずは試飲、味見をしていきたいと思うんですけれども、まあもちろん飲むのもあり、こう匂い嗅ぐのもあり。じゃあ端っこからいきますね。一番最初がサントリー天然水南アルプス、アルピスはい、いただきます。いや、これはよく買うお水なので、まあ馴染みのあるというか落ち着く味がしますね。この炭酸抜き、炭酸抜きって何。でもなんかそんな炭酸開けた時のさ、プシューって音が
ません。あ、でもなんかあれかも、ビタンさんの足跡を感じる。あ、ちょっと今のいいんじゃない。はい、次行きましょう。次がイロハス。これと一番最初のさ、天然水がね、ちょっと心配なんですよね。集中して比べたいと思います。いや、一緒。はい、では次、ハス、桃。あ、これも匂いでわかります。あ、匂いでわかりますって飲んじゃった。待って、めっちゃ桃の味になっちゃった。ちょっと待って、あれしたい、お口直ししたい。ちょっと一旦ください。何か、その…皆さん、聞いてください。私今、聞き水やってるじゃない？で、お口直ししたいですって言ったじゃない？何が来たと思う？水！せっかくもらったので、こちらも飲んでいきたいと思います。これは覚えなくていいんだもんね。よしよしよし。じゃあ、後半いきましょう。次、エビアン。エビアンってこのペットボトルがちっちゃいのがおしゃれだよな。なんか匂いでちょっとわかる気がする。うん。これはね、なんていうの、香水っていうの。だからちょっとオシャンティーな味がしますね。これはね、わかる気がします。はい、最後、成城石井のちょっとええ水いただきます。6種類プラスチェイサー飲み終わりました。本番挑戦していきたいと思います。ということで、今目の前に1番から6番って書いてあるあのプラスチックのコップにお水が入ったのが運ばれてきました。あのこれね、なんか写真が多分動画だと写ってるのかな。あのね、コップの番号が手書きなの。あの今見た感じ、3番と6番が可愛い。3番はね、なんかね、キュッってしてて、6番はよーくーって感じの本当です。はい、ではどうしようかな。まあじゃあ1番からいきますかね。これもね、匂い嗅いでいいらしい。無臭です。桃ではありません。いただきます。わかるかも。あ、待って、わからんかも。待って、暫定で置いていきますね。これはこれな気がする。成城石井秩父大滝の超軟水。暫定なんで、あのまだ変わる可能性があります。え、じゃあ次は6 いきます。あ、6も無臭ですね。あ、わかるよ。6、さっきなんつったっけ。二酸化炭素の足跡を感じる。ビタンさんの足跡を感じ る。なんとなくそんな気がする。6番はね、これミルキンソン炭酸抜きだと思います。え、じゃあ次はシュンってしてる3。あ、これは飲まずともわかります。ピーチ。飲まなくてもわかる。さっきさ、あの桃飲んだ後、他の水の味わかんなくなったから、次4番いきます。4番、無臭です。待って、全然正解いけるかもしれない。ちょっとオシャンティーなウォーターの味がするので、エビアン。さあ、残り2番と5番です。次5番、5番、無臭です。2番飲みますね。なんかどっちの可能性もある。全然いっぱいなってきた。このペットボトルの匂い嗅いでいいですか。いいそうです。飲んだら分かっちゃうからね。はい、じゃあまずイロハスの方飲みます。飲みますじゃない、匂い嗅いでいきます。飲ませんな。次、南アルプスの方、匂い嗅いでいきたいと思います。はい、決まりました。2番がイロハス、5番が南アルプス。これでどうで
結果が出たそうなので、自信のある順番から正解不正解を発表していくという形になりましたので、早速やっていきたいと思います。これを外したらちょっとねっていうのが、まあ、1個2個はあったので、そこからいきましょう。まず一番自信あるのが3番いろはすももです。正解やったー、イエーイ。次ですね次6番ウィルキンソン、どうでしょう。正解イエーイ。まあ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 、まあ、問題こっからっすよじゃ あ4番私はエビアンと言いました、どうでしょう。正解イエーイ、半分正解。問題はここからですよあと 1,2,5 で残ってるのが成城石井と成城石井は成城の名前でと、いろはすと南アルプスですね。どこから行こうかな。さっきあの1番さ、なんだったっけ、こう暫定これみたいに置いたでしょ。だからその後ちょっとこっちかあっちかってやろうかと思ったんだけど、なんかより分かんなくなるかなと思って、こう自分のね最初の印象を信じて選んだんだけど、どうしようかな。まあ、でも最後さ25ですごく迷ったから、じゃあ次は1番成城石井、どうでしょう。水の違いが分かんないってことか。あれ待って、ってことはさ25のどっちかがこの竹水っていうことでしょ。竹水って言ってるけどどうなんだろう、竹よなきっと待って、じゃあ2と5で自信があったのはどっちかって言ったら5、どうでしょう。お願いします。正解イエーイ。さすがね、飲み慣れてますから。ってことは2番が成城石井の竹水。ちょっと待って、ってことは6問中4問正解。スタッフと一緒じゃん、やだあー悔しい。でも並べて飲んだら分かったから、あの私が分かんなかったわけじゃない。これはあのミス、ニアミス、ん違う。ああたくさんなんですけど逆あのお腹空かせてきたのに、ほら水ばっか飲んだせいで余計お腹空きました、本当に。あ、っていうかさ、そうさっき言いたかったことがあんの、味を比べてくださいみたいなやつなのに、あのね、水がキンキンなのって良くないと思う。キンキンのせいで間違えたってことにしよう。そういうことにしといてくださいき水抜き10年とかでちなみになんですけど、本当にいいの？コンパイルハートに全部作ってもらっていい何を考えてんの。あら、どうせあれでしょ、あの実際に水も用意したところです、キリみたいな感じでしょしょうもねはいはいはい、何ですか。うん、あ、だからね、今日はこう前よりもこうぬめぬめ違う、ぬるぬる動くなって思った。ほら7% ね。そうね、そういう消費税に満たないぐらいのね。 ありがとうございます。でもうん、でも動けるようになったのは嬉しいから、はい、ありがとうございますじゃあそうね、今日は、いつもの 100% プラス動くようになって可愛くなった 7%、 107% の可愛さで締めていきたいと思います。はい、皆さん、今日も今日とてよくわからない動画をここまで見てくれて本当にありがとうございます。私も何をやってるかわかんなかった。そうですね、今日は可愛さ 107% ってことで、あと 3% せめてね、あの消費税分ぐらいは上がるように、これからも可愛く楽しく頑張っていきたいと思います。あのお水をね、飲むことはとっても大事なので、みんなもぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回、バイバーイ。